大王海ウミサソリカは、ウミサソリの分類群の一つ。腕のように張り出した大きなハサミ角を特徴とし、個性大シルルキとでボンキの種類によって知られる。体長1メートル前後の大型種が多く、基地最大級の節足動物として知られるものも含んでいる。アキュティラムスの化石と復元図蓋骨格は薄く、石灰化しておらず、臨場の表面を持つ。体は腹肺に扁平で、 他の海サソリ類と同様に前、体と後体の二部に分かれる。なお、本文は、強大な、ハサミ角、単純な第一から四脚、分節のない生殖子、ヘラ状の微節など、他に、類が見られない形質の組み合わせでそれ以外の、海サソリ類から容易に区別できる。アキュティラムスの廃校、複眼、ハサミ角のハサミ、およびプテリゴトゥスの、 ハサミ角の可動指他の海誘リ類と同様、6体の付属子を持つ前体は1枚の背校に覆われ、それぞれ1体の伏眼と単眼を持つ。背校の形は俗によって、丸みを帯びた台形もしくは紙辺型で、楕円型で、大きな伏眼は、その両前端に配置される。それぞれの伏眼は、六角形で、規則的に並んだ線から4000個ほどの小眼によって、 構成される。廃校覆面の円辺部を走る外骨格は前円の目にあり、横で三枚に分かれる。ハサミ角通常の海サソリ類で廃校のもとに、隠れるほど小さなハサミ角とは異なり、本群のハサミ角は異様に発達し、基部一つの施設を含んだ塚部と先端二つの施設を含んだハサミは腕のように長く伸びていた。ハサミ角が不明のものを除き、 本群は知る限りどの種のハサミカドも、不動指と可動指は内側に大小の歯が並んでおり、その形態は属、種、成長段階によって異なる。特に可動指は手の平部に入り込んだ基部までにも歯が生えている。つ部の付け根は複雑な構造をしており、詳細は未だに不明で、おそらく他の海サソリ類と同様に上唇に接続していたと考えられる。 本軍のハサミ角の塚部に関して、クジルツビグウェーリング1964で2つの施設があると解釈されたが、その文献に前半部の施設と考えられた部分は、おそらく単に前、体から引っ張り出した内部組織である。さらに古い文献では、塚部が破損した化石に基づいて、この塚部がたくさんの施設があるように誤って復元されたことも、ある。 ハサミ角のつかぶが、たくさんの施設があるように、ご解釈されたプテリゴトゥスの旧復元図足付け根に、顎元を有する5体の足のうち、第1から4脚は単純な付脚状で、特に顕著な突起物はなく、あったとしてもシウルコプテルスに見られる、目立たない巨手くらいである。これらの足の中で、あと3体はほぼ同型で細長く、最初の1体は、少なくとも、エレトプテルスと、 シウルコプテルスにおいては明らかに短く、特に前者はその元節が上唇に融合したことまで確認できる。他の属の第1脚の詳細は不明で、通常では第2から4脚と同じく細長く復元されているが、実際には前述のような短い足であった可能性がある。第5脚は、ほとんどの海サソリア目の種類と同様、パドル状の遊泳脚に発達しているが、 同亜目の別群に比べて、体の割にやや小さく、伸ばしても先端が後体の、第四、聖太を超えない程度である。遊泳客の元節は、直後にある、生殖郊外の前端を覆うほど幅広い。十二節の聖太と一枚の微節が見られる後体は、縦長く、前後の幅の変化は滑らかで、はっきりとした中体と、終わり体の区分はない。 第五脚の間に差し込んだ覆面の仮想板は、楕円形もしくは通ら型で、前端が内側に凹む。ディプロッピルキュレートした目の海サソリ類の共有形質として、仮想板と第五脚の直後にある生殖口外は、前端の短縮した部分はなく、節の境目が見当たらないほど融合した外波未来の部分のみを含んでいる。生殖口外の中央にある生殖詩は、 他の海サソリ類の分節したものとは異なり、本群の生殖子は死由とも途中に分節がない。生殖子の2系のうちタイプ A はヘラ状、コンボ状、スプーン状、タイプ B は楕円形、菱形、ダイヤモンド状、洋なし状。微節は左右に幅広くヘラ状に特化している。背側中央に隆起線が走り、これが1枚の垂直のヘラに発達したものもある。 微節の先端は属によって、内側にへこむもしくは、棘状に尖る。微節直前の最終体節も、それに合わせて、横幅を多少広がり、背側の正中線も往々にして隆起する。大王ウミサソリ科の各属における体長の最大記録本群のウミサソリ類は、体長1メートル以上に及ぶ大型種が多く、小さくも十数から数十センチメートル程度にある。 基地最大の記録は、ジェケロプテルスの四十センチメートル位にあるハサミ角の断片化石標本 p w l 二千七一 l s から換算したもので、その持ち主の体長はおよそ二点五メートルであったと推測され、最大の海サソリとなる同時に、史上最大の節足動物として知られている。本群はこれほどの巨体になれるのは、軽量化した平たい体型という衛星の生態に、 関与すると考えられる。これは重厚な体型と歩行性の生態を持ち、体の質量的最大級の海誘いを含んだヒベルトプテルスカとは対照的である。それぞれミュージアムメンシュウントナチは、クリーブランド自然史博物館及びウィーン自然史博物館に展示される海底を泳ぐアキュティラムスの姿を再現した復元模型。 パドル状の遊泳足や強大な、ハサミ角を持つことにより、ダイオウミサソリかのウミサソリ類は、全般的に遊泳性で眠毛な捕食者であったと、考えられる。両前端に配置される、大きな複眼によって立体視はできており、短く特化した第一脚は、感覚や接触を補助していたと考えられる。一部のデボンキの種が寄水域に近いところに進出した、可能性もあるが、本軍は、 全般的に快晴であったと考えられる。プテリゴトゥスの微節の背面と断面ほとんどのウミサソリア目のウミサソリ類と同様、ダイオウミサソリ科のパドル状に特化した第五脚は水中を泳ぐのに用いられた遊泳脚と考えられる。ウミサソリア目をも含め、ウミサソリ類の中で陸上活動できたと思われる例はいくつか挙げられるが、ダイオウミサソリ科に関しては、 体型が完全に遊泳性に適しており、上手に陸を歩くことは、ほぼ不可能であったと考えられる。海ソリ類の遊泳の前進力に関しては、推進力と揚力の二節に分かれているが、本軍に関しては大きな体と小さな遊泳客を持つことにより、推進力より揚力で前進した方が、効率的であったと考えられる。なお、本軍は遊泳客の他に、 移設が遊泳行動に関与するようなヘラ状に特化し、その機能が議論の的となっている。クジルツビグウェーリング1964では、本軍は微節をクジラの尾ひれのように推進機として用いて、それを動かすように後、体を上下にうねりながら推進し、遊泳客でバランスを維持すると考えられた。しかし、本軍を含めて海サソリ類全般の後体は、 大切感の高い上下可動域に必要である厚みや、幅広い石棺膜を欠くに加えて、強力な筋肉の存在を示唆するうち突起も見当たらず、前述のような動作は考えにくく、微節が推進機であった可能性も低い。また、本軍はすでに遊泳機関とされる遊泳足があり、微節で推進することは、必ずしも必要ではない。プロットネックバウミラー1988では、 本群の微節の復元模型に対する生物、力学的分析が行われる。その微節は、中央の流気を持つことにより、推進力を生じるヒレとして不向きで、むしろ火事のように、ステアリングの機能に向いていることが示唆される。本群は、このような微雪をりして、機敏に水中を泳げ、急速の方向回転をもできたと考えられる。大王海サソリ科の一種の復元模型。 画像右側のハサミ角はハサミを折りたたんだ姿勢で復元される。本軍の強大なハサミ角は幅広い可動域を持ち、付け根の関節によって全体をねじるように回転することができたと考えられる。そのため、本軍のハサミ角は自衛のためだけでなく、獲物を捕獲して口に運ぶ役をも担ったと考えられる。本軍が 兄弟化した一体のハサミ型付属子を持つことは、同じく水星の節足動物であるカニと比較できる。ただしそれに比べて、本群の後期は大きな餌を取るのに向いていないため、一方のハサミ角で獲物を掴み、もう一方でその肉片を細かく切り取るという、継続的かつ単純な動きで餌を口と顎元のところに運んでいたと推測される。 本軍のハサミ角のつかぶをハサミより長く二つの施設があると解釈したクジェルツビグウェーリング1964では、そのつかぶがハサミより長いものの途中の関節によって屈曲でき、ハサミに捕まえられる餌を口まで届けると考えられた。クジェルツビグウェーリング1964で、つかぶの前半部の施設と解釈される部分を、 内部構造と見直したセルデン1984では本群のハサミ角はつかぶとハサミの関節を180度ほど折りたためることによってハサミに捕まえられる餌を口や直後の足まで届けたと考えられるつかぶと手の平部に収まる剣は構造の違いによってそれぞれ素早い動きと強力な把握力に適した筋肉に連結していたとされるこれにより 本軍は遊泳するときにハサミ角を折りたたんで、餌を捕獲しようとする瞬間でつかぶとハサミの関節を素早く展開し、先端のハサミでそれを確保できたと考えられる。プテリゴトゥス、ゼケロプテルス、エレトプテルス、およびアキュティラムスのそれぞれのハサミ角の予備活動的な捕食者とされるプテリゴトゥスと、ゼケロプテルス、ジェネラリストな捕食者とされるエレトプテルス、 および待ち伏せ捕食者、不肉食者とされるアキュティラムス大王ウミサソリカの各族は一見をお互いにほぼ共通の姿をしており、長らく全般的に機動性が高く、特定の獲物に向けて高度に特化した上位捕食者と考えられた。しかし本軍は必ずしもそうとは限らず、種類によっては、ジェネラリスト的な捕食者や待ち伏せ捕食者、不肉食者まで多岐にわたり、 それぞれが異なるニッチに収まっていたと思われる。これは各族でのハサミ角と副眼の相違点によって示唆される。副眼の小眼数と隣接する小眼の後軸間の角度の比率という接触動物の視力とニッチを区別するのに使われる数値を本群に応用し、そのニッチを推測した研究は主にアンダーソン・エトるル2014とマッコイ・エトるル2015の2つが挙げられる。 アンダーソンへ通る・エトール2014では、海サソリとして、本軍のアキュティラムスと別系統のユーリプテルスの数値が比較され、本軍は全般的にアキュティラムスのように活動的な捕食性に不向きであったと考えられた。しかしマッコイへ通る・エトール2015では、アキュティラムスとユーリプテルスだけでなく、同化のプテリゴトス、ゼケロプテルスとエレトプテルス、及び本軍に、 近縁のスリモニアまで分析対象とされ以下の結論を出していた。また、本群の中で視力が低いとされるアキュティラムスだが、そのイオアチとコガン数は小型の古代ほどどうかの別族に近い。そのため、ダイオウミサソリ科のそれぞれの族は、おそらく妖精で似通った視力を持ち、成長ともにだんだんと各自のニッチに向いているように特化したと考えられる。 海サソリ類の中で、ダイオウミサソリ科は最も広い分布域を持ち、また唯一に広域分布するトガでもある。活石は主に北アメリカ大陸とヨーロッパの堆積類層から多く発見され、南アメリカ大陸、アフリカ大陸、オーストラリアからも本科の発見例がいくつか報告されている。本群が生息した間では、ほとんどの大陸は大きく離れており、 高い遊泳能力で分布域を広げたと考えられる。ウミサソリ類の中で、ダイオウミサソリ科は、ミラーウミサソリ科やスリモニア科とともに、プテリゴトゥス浄化に分類され、複眼が、廃校の両前端に配置されることを、共有派生形質とする。それ以外では、ミラーウミサソリ科は、廃校から出せるほど発達した、ハサミカド、スリモニア科は長いトゲを描く足とヘラ状の微節が、 本群を思わせる。ミラー海ソリ家を本家の姉妹群とする説もあったが、スリモニア家の方が本家の姉妹群として広く認められる。さらに、前端の短縮した部分を書く生殖郊外を共有派生形質とし、元紙家はハリウデ海誘り上下、ワリィンガプテロイデア上下、トゲ海ソリ上下と共にリプロピルキレートしためにまとめられ、その中でトゲ海ソリ上下は、 元神化に禁煙と考えられる。ダイオウミサソリ化の単形統制は広く認められ、これは強大なハサミ角、単純な第一から四脚、分節のない生殖子など数々の独特な共有派生形質に支持される。また、ダイオウミサソリ化は種数が最も多く記載されたウミサソリ類のトガの一つであり、2020年現在では46種が、 次の六族に分類される。なお、この種数は過剰に細分される可能性があり、その中で多くは断片的な化石標本のみによって知られ、系統解析がなされるほどよく知られるのは十種ほどしかない。本家の中で基盤的とされるシウルコプテルス族は、第一から四脚がスリモニア化を思わせる挙手を持ち、これはダイオウミサソリ科とスリモニア化の祖先形質と、 考えられる。アキュティラムス族とジェッケロプテルス族は、各ハサミ角の不動指に大きく特化した一本の葉を持つことで、最も派生的な位置にあるとされる。アキュティラムス族、シュルコプテルス族、エレトプテルス族とジェッケロプテルス族はいずれも、伝統的にプテリゴトゥス族に分類された種を含めている。ジェッケロプテルス族はかつて基盤的とされ、 独自にイエーケルウミサソリカとして区別される権威すらあったが、これはゼケロプテルス族の生殖子が原始的な三節に分かれるという誤解釈に基づいた判断である。後に、その生殖子は本群の別族と同様に分節を書くと判明し、再び本家に分類されるようになり、系統解析にも派生的な位置にあるとされる。ネクロガンマルス族は同定形質を書いた、 断片化石の実によって知られ、本家の基地種に由来するものであった可能性がある。シウルコプテルス族は、虚子のある足、エレトプテルス族は二葉状の微説で、はっきりと同化の別族から、区別できる。プテリゴトゥス族、アキティラムス族とジェケロプテルス族は主にハサミカドと、微説の形態に基づいて区別されるが、族の同定形質としての有効性は、 ラムズデル・アンドレック2010に疑問視され、この三族は同族であった可能性が提唱される。特にそのハサミ角の形態は、該当種の系統より、生態に直結しており、単系統性を反映しない可能性があるに加えて、同種においても、成長段階によって、相違点が現れる。ゼケロプテルス族は三角形の微説で、区別されるが、これは、 プテリゴトゥス族とアキュティラムス族における微説のバリエーションに含める形にあたる。これらの族の単系統性は、それぞれの族による複数の種を含んだ系統解析で検証する必要がある。大王オウミサソリカのウミサソリ類の化石は、最初ではスコットランドの石切りリに発見され、大氷の臨場突起から彼らに死天使と呼ばれていた。1839年、 本群の化石は、スイス生まれのアメリカ古生物学者、ルイ・アガシーに魚類と誤認されたが、1844年で、同士に、ウミサソリ類の節足動物であると判明し、正式に記述された。なお、19世紀中期から20世紀中期まで、本群は長らくプテリゴトゥス族のみに分類されており、21世紀までの間に、たくさんの再分類が行われていた。 1878年の書籍に描かれたエレトプテルスエレートプテラスバイラバスの化石の解釈図。当時では、プテリゴトゥス族の一種テラゴタスバイラバスとして記載された。本群は、ソルター1859によって細分化され始め、プテリゴトゥス族の中で、二葉状の微節を持つ種類は、エレトプテルスア族、残りの種類は、 プテリゴトゥスア族という一族にア族として区別された。大王海ミサソリカは、クラークルイデモン1912によって創設されたが、当時は本軍の種類だけでなく、スリモニア族、フグミレリア族とヘイスタミマ族をも含んでおり、ストーマー 1934A によって、グローサプテラス族まで本軍に追加された。ハサミカドの先端の相違点に基づいて、 ルーイデモン1935は、本軍に、アキュティラムスア族とカーウィルマスア族を追加し、合計一族四ア族に細分させた。しかし、ストーマー1936は、この分類体系を採用せず、プランタルプリブル1948はその中の、アキュティラムスア族のみを採用していた。クジェルツビグウェリング1951は、スリモニア族、フグミレリア族、 ヘースタミマ属とグローサプテラス属を本群から除外し、ストーマー1955は、この分類体系と、プランタルプリブル1948の一属、三野属体系を合わせて採用していた。ゼケロプテルスの化石、プテリゴトゥストエレトプテルスワクジェルツビグウェーリング1961、R によって属として昇格され、 前者は、プテリゴトゥスア族とアキュティラムスア族、後者は、エレトプテルスア族とトランケーティレマスア族を含め、合計二族四ア族に細分されており、クジルツビグウェリング1964によって、同定形質をさらに追加された。エカル1914に記載され、プテリゴトゥスに分類された、テラゴタスリナネは、ウォーターストン1964によって、 ゼケロプテルス族として区別されるようになった。本軍は、ニボーラフ1962をはじめとして、ウミサソリアモクに分類されるようになったが、キャスタークジェルツビグウェーリング1964は、本軍の発達した、ハサミカドアモクに値する特徴と考えており、本軍の階級を、トガからアモクへ昇格させ、ウミサソリアモクから区別された。 ストーマー1974はこのアモク階級を採用しつつ、アキュティラムスとトランケーティデマスを属へ昇格すると同時に、ジェケロプテルス属の生殖子を原始的な分節があると解釈していた。この相違点に基づいて、ジェケロプテルス属は、イエウケルウミサソリカ、残りの属は、従来のダイオウミサソリカに分類された。 ウミサソリ類の多くの同定形質を定義したトレラテン1989も上述の分類体系を踏襲したが、ジェケロプテルス族の生殖子はテトリー 2004A によって本群の別族と同じ区分説を書くと判明し、イエケルウミサソリ科はそれとともにパッシュマンテトリー2006によって廃止された。トランケーティレーマス族も後に同定形質が エレトプテルス族の成長段階を表した特徴で、あると分かり、エレトプテルス族のシノニムとして廃止された。また、本軍を、ウミサソリア目から独立したア目と扱うのは、不適切で、2000年代以降の系統解析においても、本軍は、ウミサソリア目の派生軍として、広く認められる。2007年以降、本軍の分類階級は都がに戻され、 再び海ソリアモクに分類されるようになった。2000年代においても、本群は、プテリゴトゥス族から別族に再分類された種がある。例えばソルター1856に記載された、テラゴタスハウライは、テトリー2007によって、ジェケロプテルス族の種として、再分類されており、それぞれチャーカーテトリー2007と、クジルツビグウェーリング 1948A に、 記載された、テラゴタス、サーリーと、テラゴタスベントリカッセスは、テトリーブリックスによって新設した、シウールコプテルス属に区別されるようになった。唯一に知られるネクロガンマルスの化石標本因、43,786の解釈図因、43,786という一本の、足と三枚の板状の外骨格を含んだ、断片的な化石標本は、 本群の海サソリ類のみを含む体積類層から発見されるにもかかわらず、ハックスリーソルター1859によって偶然に同じ体積類層に混ざり込んだと解釈され、海サソリ以外の接足動物、おそらく甲殻類に由来する部分と考えられた。この化石はウッドワード1872、ネクロガンマルスとして記載され、 単脚類の甲角類に由来する大切と足と考えられた。しかしこの見解は後に否定され、複数の文献にター類に由来する部分と考えられた。例えばピーチ1899はそれを安手の重体説と足、ロールフ1980とアーモンド1985はそれを大足類と六脚類の原始的な彗星の近辺によるものと考えていた。 この化石はセルデン1986によって再検証がなされる以降では本群の海サソリ類に由来するものと判明した。大切に見える3枚の外骨格のうち左右2枚は顎元のある第一脚の元節、中央の1枚は上唇、その片側にある足は短い第一脚の元節以降の部分であると示される。なお、この化石は 本群の同定形質を欠如しているため、独立種ではなく、基地の種に由来するものであった可能性もある。大王海サソリカは、シルル期前期終盤のランドベリー期、ベンドック期境界から、デボン期中期のアイフェリアン期にかけて、3700万年ほどの生息時期にあった。本群を含んだプテリゴトゥス城下は、広い分布域を持つことによって起源する場所は、判断しにくいが、 おそらく近縁のトゲウミサソリ浄化と同じく、ローレンシア大陸に由来するウミサソリ類の系統群であったと考えられる。ダイオウミサソリ科の多様性は、シルル期後期からデボン期前期にかけて最大に至ったが、後に徐々に衰退し、やがてそれ以降の生息時期から見当たらなくなった。カッチュ魚ダイオウミサソリ科の多様性の変化は、同じ生息時期の魚類の多様性と対比し、 両者の関連性の有無が議論されていた。ローマー1933では、大王オウミサソリカの多様性の変化は、魚類の進化と直接的に関与し、両者は競争していたと考えられた。シルルキでは、大王オウミサソリカの大型種に対して、初期の魚類は多くが小型で、本群の獲物になる可能性が高く、その中で、甲冑魚の硬い表皮は、 本軍の捕食圧から身を守るための特徴であると考えられた。デボン期前期以降、本軍が衰退する同時に、魚類の分布域が拡散し、活動的で顎のある大型魚類も徐々に現れたため、大型魚類は本軍の海サソリ類と競争し、絶滅まで追い払うと推測された。しかし、ローマー1933の見解は、後に多くの文献に疑わしく見受けられる。 その一連の仮説は、両者の共存のみを根拠とし、詳しい分析に基づいた証拠をかけた叙述に過ぎない。早期の魚類は、大きさ的に、本群の獲物として、十分あり得るが、晩期で両者が競争していた仮説はあまりにも単純で、無根拠である。様々な海サソリ類と化石魚類の共存現象を、分析しても、大王海ウミサソリ科の絶滅と魚類の多様化の、 関連性を支持する証拠が見つからなかった。ダイオウミサソリ科は確かに魚類の多様化と同じ時期で衰退したが、ウミサソリ類全体的には魚類と同様にデボン期中期に衰退し、デボン期後期に再び繁栄し、ペルム期にまた衰退を迎えていた。ラムズデルブラディ2009では、ウミサソリ類の多様性が分類群ごとに分けて分析され、中で、 本軍の衰退は、魚類の多様化に関与すると考えられたが、本軍は後にマッコイへ通る2015によって、従来の判断より多様なニッチにあると示され、限れたニッチで魚類と競争することが、絶滅原因としての必然性が疑問視される。ありがとうございます。